こんにちは。デモクラシータイムス新沖縄通信の時間です。2020年の2月号をお届けいたします。メンバーはいつもの沖縄タイムスから、西江翔吾です。よろしくお願いします。で、デモクラシータイムスから鈴木光です。よろしく。最初のページはクジラの尻尾が写っていますが、今日の話題はですね、覚えてらっしゃいますでしょうか。新基地について県民投票して反対が 71% を占めたというニュースが去年の今頃ありました。あれから1年経ったんですけど、辺野古はどうなってるんですか。やっぱりこう変化がないと言いますか、これだけワンイッシューではっきりとした民意が出たにもかかわらず、そのまま進んでるという状況ですね。で、もういよいよ政府が3月に軟弱地盤が問題になってたところを強くするっていうので、変更申請、設計の変更申請を出すということが決まった、いや決まってはないですけど、そういうスケジュールで動いてるっていうことですね。で、今辺野古はこんな感じになっています。これなんだかんだ言いながらあんまり埋まってないような気もしますけど、土砂の量で言ったら全体のまだ 1% 程度しか、使われてないということなんで、この大浦湾側が深いんですよね、水深が。辺野古側は非常に浅いから、そういう意味では埋め立てはしやすいんでしょうね。そうですね。上空から撮った写真でも辺野古側の方はなんか海底も綺麗に見える感じですもんね。で、今度のその設計の変更っていうのはどこの部分をどうするという、主にこの軟弱地盤をどう地盤改良するかというところを盛り込んだ変更申請ですね。軟弱と言いますが、何が軟弱かというと、これはもう去年の沖縄タイムスの記事から持ってきたんですけれども、この B 地点の護岸を作ろうとしているところの海底を調べたら、すごく弱い地盤、柔らかいんですね。で、マヨネーズみたいと一時期言われていましたが、これはですね、沖縄県のいろんな報告書を見ると、もともとこの断層がぶつかって落ち込んでいるところで、ほとんどそこに重なっているんじゃないかというのがこの、こちら側の図ですね。で、大浦湾側から見ると、予定されているこの滑走路のこの辺のところに弱いところがあると。濃い色の青がやっぱり深いということですよね。だからここを全部埋めなきゃいけないということだったんです。で、これは防衛省が発注して、地盤を調べたものの報告書が出てるんですけども、谷のようになっていて、そうですよね。断層があってぶつかって引っ込んでるところですけれども、そこにいろいろ柔らかい堆積物が詰まっているということでした。で、これをどうしようとしてるかっていうと、どうするんですか。地盤改良といって、この固めないといけないんですよね。だからこの砂の杭を、大量に打ち込むという計画なんですよね。そうでしたね。これも去年の図ですが、こんな感じでサンドパイル埋め立てていくということになっておりました。で、にわかに皆様も、東京新聞のすごいスクープの大きい記事とか、その後の他の記事もご覧になったと思うんですけれども、こんな感じですね。東京新聞で結構そのいろいろスクープですね、これ明らかに東京新聞の。これは、要するに軟弱地盤と言われてたところを、本当はそのある調査会社が調査していたと、で、その調査の結果は、本当は90メートル以上のところまで軟弱地盤があって、これはちょっと問題であるという報告書は本当は出てたのに、それをですね、実は虚偽説明をしていたと、防衛庁は、防衛省は。で、要するに そういうその、報告書はないと今まで言い続けてきたんですが、実はそれが見つかってしまった。だからこれは2018年ですか、一昨年の3月の段階で B26 と B28 という地点についてこういうボーリング調査をして、N 値0と書いてある赤い点のところはもうマヨネーズ状態と、
あのトンカチを落としたらそのままズブズブ落ちていくような柔らかい地層で、これをどうやって補強するんだと。しかもこれ見ていただきますと70メートルのところまでは調べてるんですけども、その下どうなってるんだっていう疑問があったんですね。で今回出てきましたのは B の27地点というところで、26と28の間なんですけど、そこについて実はずっと下まで行ったら70メートルより下のところも N 値ゼロ、ゼロというか、まあ、柔らかいじゃないのかということが分かってきた。まあ、ただこれはですね、防衛省の説明だと、その B26、28はそのちゃんとしたボーリング調査だと、B27 はこれ簡易試験だと、ボーリング調査ではありませんという説明をしてるんですよね。どう違うんですか？この簡易検査はあの土の種類を調べるための種類で、その地盤の硬さを調べるものではないと。だけども業者がその簡易的にというか補足的にその強度も一応データとしてこう出してるけれども、これはきちんとしたボーリング調査ではないので、要するにこれは採用しませんというふうに言ってるんですよね。だけどそれをずっとその防衛省がやっていないと言い続けてきたわけ。やってたことがまず虚偽説明だったわけね、やっているのにやってないと言ってた、で実際やっていた数値を見ると、理屈から言うとズブズブだった、ズブズブだった、そういうことです。でそれについての解説が、いやこれは地質の問題であってっていうこと、硬さの問題で、硬さの問題って、これはもうあの簡易検査だからこのデータはあの使えませんみたいな。じゃあ本検査をすればいいではないですか。そうなんですか。本検査はやりませんと。どうして？そこがおかしい。どう考えてもそこがおかしい。つまりこれは簡易検査で使えないというんであれば、じゃあ本検査をやればいいじゃないかって話ですよ。つまり簡単に言えば、その民間の調査会社がそこまではやったんだから、もうちょっとやればいいわけでしょ。それをそのやるつもりはないと防衛省は言ってると、要するに隠しててバレて、でやれって言われたらやらないっていう話でしょ。これ二重三重に嘘ですよ。だからとやるとまずいからですね。まあそう疑われても仕方ないですよね、これね。周りをやってるから大丈夫だって言ってるんですけど、この確信部分をやればいいじゃないかっていうことなんですね。まあ確かにそうですよね。あの先ほどのこの図を頭に残しておいて、さっきのを見ていただきますと、まあ正直言ってこれはかなり同じ地層、同じ地質、粘性土っていう土でできているってところまでは争いはないわけですから、70メートルまではやわやわマヨネーズの粘性土、70メートルを超えるとカチカチの粘性土ってありませんよね。でだから専門家の方がこの簡易検査のですね、データを用いて試算すると、これ護岸作ってもこれ壊れる、崩壊する恐れがありますよっていうふうに言ってるんですよ、要するに沈下していって、しかもこの均等でない沈下をすると上に立ってるものが斜めになってしまって壊れたりするってことですよね。大体滑走路でしょここ、で滑走路が沈み込んだら危なくて飛行機飛べないじゃないですか。そうか、そういうことはあんまり考えてないのかしら、まあ、だからこういういろいろ疑問点が出てきてることに対して、じゃあ、白黒つけるためにじゃあ検査しましょうって言うんだったら分かると思うんですけど、それをこう逃げてるところが非常にこの、なんですか、防衛省というか安倍政権全体のこの体質を表しているような気がしますけどね、いろんなあの桜の問題であるとかにも共通するような気がしますけどね。本当そうですよね、だからそうコロナウイルスもそうですね、調べるとすごく感染者が増えちゃってまずいから、千数百人しか調べないみたいな世界と同じじゃないですか、これ。調べればいいんですよ、簡単な話なんだから。桜だって、そのウイルスだって調べればそれはまずいことも出てくるでしょ、当然のように。だけど調べてちゃんとそれを公開するのがその政府のやり方として当たり前なんですよ、これなんか一番そのいい例ですよ ね、 なるほどね。で出てきちゃってるんですよ、必ず、後で出てくるんですよ、これなんかでもその東京新聞があの発掘したんでしょうけど、やっぱ出てくるんですよ後で、だから隠せば必ず後で出てくるっていうのをどうして理解できないのかなっていうのが僕は非常に幼稚だなと思うんですよね、今の政府が。で政府が考えている
く地盤改良工事のイメージっていうのはこういうのですけれども、うんうん、まあ言ってるのはこの70メートルのところまで砂の杭を打っていけばなんとかなると、うん、こういうことを言っておられます。で政府の試算を政府の言う通りですね、まとめてみるとこんな感じで、この公費9300億円っていうのは地盤改良プラス全部上も作るっていうことなんですか、うんうん、そうですね、まあ、これでも当初の予定のもう 2,3 倍ぐらいに膨れ上がってるんですけど、確か2000何千億円、最初はそうですね、イージス・アショアみたいなもんです、そう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 、でこれはこれで済むんですか、うん、いやこれで済まないんじゃないかっていう見方が強くて、うん、沖縄県が試算しているのは2兆数千億だって言ってるんですよね。で地盤改良がどれだけ お金がかかるかもはっきりわからないわけですから、うんうん、でもし地盤改良がもっとお金かかるということになれば当然この9300億円じゃ済まないわけで、うん、だこれはもう多分ねこれ非常にうがった見方をすると1兆円になりたくないんで9300億で止めてるんだと思うんですよ国は。寸止め、うん、よくほらスーパーで998円ってあれと一緒ですよだからこれはもう全く今言ってる仮想の数字で現実に始めてみると多分もっとかかるだろうなっていうのが大方の見たところ、うん、そうですね、でこれで、砂食いを4万7000本その他の杭を2万4000本打ち込んで地盤を固めると、うん、こういうことになっていて工期ですが、約12年、これは去年の時点で伺ってたところで国の報告書では11年8ヶ月超かかると、うん、で最初は2017年から始めて8年ぐらいで終わるはずだったのが、まあ、当然何にも進みませんでしたので護岸の埋め立てか、そうか、軟弱地盤の改良に4年弱。だからこれで本当に済むのかどうかですね。始まったのはいつでしたっけね、2017年でしょ、うん、最初の土砂が入ったね。で それから今まで3年かかってるんですよ。で3年かかってさっき西江さんがおっしゃったように、うん、土砂の投入量は 1% にしかなってない、うん、ってことはあと3年で 1% だから、ね、あと300年かかるんですよ。コウさんが生きてる間には完成しない。まあね、僕見たくないですから。こういう状態だったんですが、これはもう本当に工事を始めてからこれだけかかるという話で、うん、先ほど大西さんもおっしゃってましたが、これ県の方がこれ OK するわけがないわけで、うん、この前に設計変更の申請をこの3月にしたとして、不承認になる可能性が高いですね。どうなるんですかその。で不承認だと埋め立てできませんから国の方は、うん、これは埋め立て権限を取得するためにおそらくこの法廷司法の場に、申し立てると思うんですよね、うん、そうか。じゃあ同じことが繰り返される。そうですね、これまでやってきたその、うん、行政復興審査法を使うのか、うん、地方自治法によるいわゆるこの大執行のルートを取るのか、うん、まあ、いろいろやり方はあると思うんですが、いずれにしても司法の場に移っていくと思うんですよね。なるほど。で今回は行政復興審査法のルートっていうのは例の身内でですね、うん、防衛局が自分の身内っていうか行かないんですよね、うん、国交大臣に審査を請求して国交大臣が違法と採決をする、県知事の下処分を違法と採決するわけですが、今回の場合は不許可は違法だけどだからといってイコール許可になるわけではないので結局また裁判をやることになりますね、うん、その下の地方自治法ルートの方に行かざるを得なくて裁判をやる。どのぐらいかかるんですかね。まあ一番最初の時には1年ぐらいかかっていたんですけど、うん、まあ、政府関係者の話だと、まあ、これまでの裁判の蓄積もあるので前例があるのでそう長くはかからないというふうに政府内では見立てがあるみたいですね。要するに裁判所の方がこれまでずっと国の言い分を認めて県の言い分を否定してきた、それと同じことを判断するからそんなにかからないと、うん、パパッと済むんじゃないかという期待感があるということですね。でもまあ1年2年ってかかっていくと、うん、結局さっきの約12年プラス1年、そうですね、べらぼうですよね。うん、アメリカはこんな基地欲しいんですか。まあ、アメリカは詰まるところ今の普天間飛行場が使えるんであれば、うん、それはそれで支障がないというふうな考えだと思いますけどね。
あ、そう。でもね、どう考えても例えばその沖縄の一基地ですよね、これ、うん、一つの基地ですよ、うん、一つの基地に2兆円もかけるっていう、このなんていうの、日本側のその態度がよくわからないんですよね。そんなにアメリカに、いていただきたいのか、もしくはなんかそこに利権とかね、その工事に絡む利権とか、うん、そういうものがあるとか、うん、そう考えないと、たった一つの基地のために2兆円、それで20年、まあ10、うん、最低でも13年、これからですよ、かかるということになれば、やっぱりね、何かが裏にあるっていうふうにしか考えられないですよね。やめるってわけにいかないんですか？やめればいいと思いますよ。そっか。でも、どうなんだろうか。決然とできないね、日本がね。ただね、よく考えると、例えば、フィリピンでは、うん、あのドゥテルテ大統領、かなりこれ強権的な人なんですけど、この人がなんかあの地位協定嫌だってトランプと揉めてじゃあ地位協定やんねえぞ、俺はもういらねえって言い出したわけですよ、うん、するとやっぱりトランプっていうのはかなりそういうことには過敏に過剰に反応する人ですから、おう喧嘩やるかっていう話になってるわけですよね今ね。でこれ本当に地位協定が破棄されるかどうかまだ分かりませんけども、こういうこともやるわけですよ他の国は。まあフィリピンは前にほら地代の値上げに応じないから、うん、基地撤去されても別にどうってことなかったっていう、うん、そういう国ですからね、うんうん、だけどその程度、まあ、こういうふうなやり方をしろとは言わないけど、うん、少なくとも地位協定に関しては日本のその政府がね、もうちょっとなんとかなんないのかよという話を、うん、持ちかけるべきだと思うんですよね。うん、なるほど。県の方はどうしようとしてるんですか。まあ、県はもちろん地位協定の改定っていうのも、うん、あの以前から求めているんですけど、まあ、一旦もう立ち止まって、うん、こういうあのお金もいくらかかるかわからない、うん、いつまで工事が続くかわからないってい う, こう事業を一旦止めて、もっとより良い解決策があるんじゃないですかと、うん、でさらにはやっぱりあの、ね、あのおっしゃってるようにその主権国家として、うん、やっぱりこの従属的なね、うん、その取り決めっていうのも見直した方がいいんじゃないですかっていうふうにちょっと言ってきてるので、あの、まあ、やってやらないことはないと思いますけどね、フィリピンができてるわけですからね。まあそうですよね、うん、それともう一つね、アメリカ大統領選が始まってますよね、うん、今ね。でサンダース民主党の候補がここのところやっぱり勝ち続けてますから、うん、サンダースさんがその民主党の代表になる候補者になる可能性がかなり強くなってると思うんですよ。民主党の候補者だよね、うん、そうすると、まあ、サンダース対トランプっていうその戦いになるわけですけど、うん、そのサンダースさん の, その今までの姿勢から見てれば、うん、沖縄に関してもかなりあの具体的なあのこちらの日本側の言い分を聞く耳は持ってるんじゃないかと思うんですね、僕はね。なるほどね。そうすると、うん、もしですよ、もしサンダースさんが、アメリカの大統領になれば、ちょっとこれ劇的に変わる可能性もあるんじゃないかという淡い期待を僕は持ってるんですけど、うん、まあアメリカからしても本来であれば使い勝手が悪いと思うんですよ。滑走路の長さも短いですし、辺野古っていうのは。なのでさらに地盤が不安定だとなるとなおさら不安が高まると思うんで、うん、だからそうですね、あの変わるきっかけになるかもしれませんね、大統領選の結果次第ではね、うんうん、でも、まあ、サンダースさんは国内の格差是正とかそういう主張は結構報道されてるけど、うんうん、じゃあ対外的にどうするのかってあんまり聞かないですよね、うん、なんか沖縄に言及したとかしないとかっていう噂もちらほら。じゃあ期待してみたいと思います、うん、はい、じゃあ辺野古問題は、うん、どうしてこういうことがこのまま続いていってしまっているのかというのは不思議で仕方がありませんが、うん、まだこれからも追求していきたいと思います。じゃあ2月の沖縄に行く前に本の紹介を、まあ、そうですね、うん、沖縄関連の本がちょうど最近2冊同時に出ました。沖縄スパイ戦士っていうこれ映画がありましたけど、うん、この映画を作った2人の監督、女性の共同監督ですね、1人が三上千恵さんで、この方が作ったのが、こういうその、証言沖縄スパイ戦士、これは見てください、この厚さ立つ新書ですね。立ちますね。あの去年いらしていただいた時に、はいはい、すごく大変だけど、うん、700何ページとか750何ページありました、ね、あすごいす読むの結構大変でした。
それともう一冊一緒にそのこの映画を作った大谷花代さんという方がやっぱり同じ日に出した本です。これは、沖縄戦争マラリアと、つまりマラリアっていうその風土病がによって沖縄の戦争の時に、例えば ある島なんか与那国とか、波照間、あの辺の島の人たちが、本当に島の半分ぐらいの人たちがその風土病で亡くなった、それは一体どういうことだったのかっていうのを追っかけた、ルポですね。両方ともこれ、ルポなんですけど、これが同時に出ましたんで、こっちは集英社新書、こっちはあけび書房というところから出てますんで、ぜひ、手に取って読んでください。あの沖縄戦のあまり今まで知られてなかった話が随分出てきますので、とても面白いです。それとそれを記念してですね、こんなあの、シンポジウムが行われます。ここにはあの、大谷さんと三上さんが出ていただくんですが、この番組にも何回か出ていただいた、武井一子さんという弁護士の方もコメンテーターとして出ます。なぜかあの私が司会をやることになりました。これはあの3月4日、渋谷の東京渋谷のロフトというところでやられますので、夜の6時半からですね、もしよろしかったらぜひいらっしゃってくださいということです。以上告知でございました。じゃあ、2月の沖縄です、ね、割と地味ですけれども、全国戦災史実調査報告書というのに沖縄関連の記載が漏れていたことが分かりました、はいはい、で、国の方で戦災史を作成するということになったようです。これは全国戦災史実調査報告書っていうのは随分昔に、うん、各地の戦災の被害者とか遺族会の人たちに政府が頼んで、うん、その地域のその戦災を記録するという本を出してるんですよね。 そうですね、うんうん、そこになぜか沖縄はちゃんとしたものが収録されていなかった、うん、沖縄は作られてなかったんですよね、うん、まあ、それが今回も沖縄県からの要請などもあって作りますということをまあ表明したんですけど、うん、沖縄からするとこの中身があの大事というか、うん、この本当にこう沖縄戦の実相をですね、捉えた中身になるのかどうかっていうのはきちんとウォッチしないといけないなと思ってますけどね、うん、なるほどね。で今はあの総務省のホームページに沖縄県における戦災の状況という沖縄県が出した記事が載っているんですけれども、そこに見ると本当に全戦没者数が20万人、うん、沖縄県出身軍人軍属が2万8000人で、出身兵他の都道府県の出身兵もいますけれども、一般県民9万4000人で、合計でこれだけの方が亡くなっている。これで済んでるんですか、ね、まあ、だからその辺もだからこの数字がどうなのかっていうところもありますし、うん、よく言われるあの住民の4人に1人が亡くなったっていう、うん、この表現もあの国の方はあまりあの好ましく受け止められていないというふうにも言われてますから、どうして、まあ、おそらくこの、あの、あれですよね、その集団自決に国がどう関わったかっていうところで、あの、強制から関与に変わったとか、いろいろ、あの、ありましたよね。そういう形で、まあ、歴史修正的なですね、動きっていうのはやっぱ往々にして出てきますから、今回もこの沖縄のこの報告書ができるっていうのは、あの、いいことだと思うんですけども、やっぱり中身はきちっとしたものにならなければいけないなと思いますけどね。4分の1って言ったら、例えば東京都1200万人人口がいるとしたら300万亡くなる。でもここにいるうちの一人は死んでるんですよ、うん、激しい戦い、うん、というので戦争が終わってこれだけ経ってもやっぱり問題は残ってるって、こういうことですね。それから あの首里城の瓦礫の撤去が始まりました。今どんな感じですか、うん、まあ、今あのこの、まあ、あの事前準備というか、うん、本当に第一歩ですね、瓦礫を撤去するという話ですけど、まあ、あのこれからこの再建計画を作って、いよいよ始動 していくっていう、うん、その前の段階なんですけど、沖縄県がどう関わっていくかっていうところが一つ議論になってますよね、うん、あの国立公園なので、
中の整然などの整備は国がやる、うん、その周辺は沖縄県がやるっていう一応立て付けにはなっているんですが、うん、そうじゃなくて沖縄県が主体的にね、うん、関わっていくべきだっていう議論もあって、うん、なるほど。そうするとじゃあ、 あの整然の部分に沖縄県の寄付を使うのかどうかとかですね、いろいろ議論はあると思うんですけれども、うん、下手すると国とのなんか駆け引きみたいな、うん、なんですか、まあ、あるんですよね。で、うん、玉城デニー知事に対する、まあ、一部風当たりといいますかね、うん、あのいうのも出てきてるんですよね。あの、うん、例えばその沖縄県が正殿再建に使うとなるとその所有権との絡みがあって、じゃあ所有権を国から県に移すかっていう、移すべきじゃないかっていうあの一時あのコメントもですね、うん、デニー知事を出していたんですが、それ途中で引っ込めたりとかですね、うん、非常にちょっとこう立ち位置をどこに置いてるのかっていうところが、なるほど、毅然と立てと、こういう人たちがいるということですね、うんうん、はい、次は春の風物詩ザトウクジラの来る春伊江島、うん、これはホエールウォッチング盛んなんですよね、うん、そうです、もう春この時期ですよね、うん、クジラが来て、どんな感じですか。いや私も見たことないんですけどすごい迫力がきっとね、うん、あるらしい、ね、うん、尻尾だけでこうですか、うん、動画欲しかったな本当じゃあ動画班としてコウさん1年ぐらい沖縄に、はい、次はオープン戦の開幕です。毎年春、そうです、ね、まあ、あの結構いつもの球団がみんな来て、そうですね、10球団だったんですかね。あ、すごいですね。で後ろを見ていただきますと、なんかマスクをした人が大勢映っているということで、うん、皆様も想像がつくと思いますが、沖縄もこの新型肺炎コロナウイルスで結構な騒ぎとなりました、うん、2月の14日の段階で、県内に感染者がいるという発表があって、タクシーの運転手さんだったということです。で、あの例の沖横浜のクルーズ船が実は横浜を出港して鹿児島から香港に向かって、うん、東南アジアを回って帰り道に那覇に降りたんですけども、うんうん、このところで香港で降りた方が発症したというのが発端ですよね。うん、それで、調べていったところ感染者が見つかった。だからこの那覇には上陸というかね、うん、接岸して、うん、皆さんあの乗ってる乗客も降りて観光したりしてますから、うん、そうなんですよね、こう見ると乗客乗組員の流れ、1月25日に香港を出港して感染した男性が下船して、この時は分かってなかったんですけれども、で那覇港に入港しました。そして2679人下船して、降りて観光したりなんかなさったんでしょう。それで出港時にほとんどの乗客がまた乗って横浜へ向かいました。でもちょっと降りたまんまの方もいらっしゃる、うん、で感染は60代の女性のタクシー運転手が感染していることが分かりました、うん、でも結局、伺っているところだと今までのところでは3例出ていて、ええ、ここから先には広がってないんですかね。まあ、今のところまだ確認はされてないということですけども、やはりこの、あの船に降りた方を例えばそのタクシー運転手の方も、うん、こう乗せてこう乗せていたっていう、うん、まあ、それがおそらく感染経路だろうと見られていますよね。でそこから もっと広がってる可能性もあるん、うん、まあ、ただ3人目の方はこのよくまだわからないんですよね、うん、どこで感染したのか、これ80代ですか、うんうん、でこれあの私たち割とこういったなんですけども、あまり公表されてないのでよく分かってなかったんですけど、これ見ていただくと、あ、どんな症状なのかなっていうのは参考になるんじゃないかと思います。だから咳がひどくなって関節痛が出るとか、それから倦怠感と関節痛が出て咳にとか喉の渇きとか気分が良くないって言って39度ぐらいの熱が出たというようなので、かかりつけ医で発見されたっていうようなのが大体共通したような流れですから、そういう病気なんでしょうね。で、まあ、それはこれでまあしょうがないとしてもですね、うん、観光客がもう激減してるわけですよね、うん、まあそれは沖縄だけに限りませんけど、うん、もうある旅館で、うん、倒産した旅館も出てきましたね、うん、大分の方ですか。そうそうそう、うん、どこだかちょっと僕も、うん、場所までは
忘れましたけど、やっぱり中国から来る方たちを、うん、主にこう、うん、なんとのお泊めしていたような旅館ホテルっていうのはもう大打撃ですから、うん、それと百貨店デパートの、うん、無税、フリー、うん、デューティー、デューティーフリー、要するに無税のその、うん、売上げが6割から7割減ってるんですって、うん、だからそういう意味ではもうその今回 の、 その新型ウイルスの影響はとてもじゃないけどあれだけでは要するに病気だけでは済まない、そうですね、つまり経済に対してものすごい打撃を与えてるっていうことが、うん、北海道は、韓国からの旅行者と中国からの旅行者で、うん、外国からの旅行者の半分を占めてる、うん、だから4分の1ずつぐらい占めてるわけですけど、まあ、ほぼここがなくなる状態ですし、うんうん、九州の方もクルーズじゃなくてクルーズ船を除いた観光だと6割か7割が韓国の人、うん、で、クルーズ船も入れるとやっぱり同じぐらい、うん、韓国と中国で6割ぐらいになるっていう状態だからこれが全員なくなるとなかなか大変ですよね。沖縄なんか国際通りのお土産店なんかこう、まあ、散歩してると、まあ、ほとんど日本語聞こえないぐらいのね、まあ、行った時はまああれですよね、沖縄のこの地価がすごい上がってるとか景気がいいとかっていうのを支えてたのは観光業ですからね。そうですね、うん、ここは何か対策考えてるんですかね。いやだからまあ県の中でも対策会議が開かれてるんですが、なかなか抜本的な対策っていうのは、うん、そうですよ ね、 ね、という中で名物の女子プロゴルフ大会の無観客試合がもう決定してしまったということで、今年これじゃあ去年の去年のこれ写真です。無観客になってしまいます。いやなかなか試練ですね。だからこのね、この感染症にかかった方の治療ももちろん大事、課題ですけど、経済的な影響というのは非常にこう広がりが出てますからね。そうですね。そっか。まあそれは沖縄は沖縄とか九州とか北海道はものすごく大きいですけども、東京だってそうですよね。そうですね。うん、まあ、考えていきたいと思います。ということで、2月のニュースもこんな感じなんですけれども、どうですかね、3月は何か考えられますか。まあ、辺野古の話で言うと変更申請がおそらくいよいよ出てきますから、うん、まあ、きちんとしたこれまでのなかなかよく分からなかった防衛省の考え方っていうのがきちっと申請書には書かれてますから、うん、それがどうなるかですね。なるほど。じゃあ地味ですけれども大事なことだと思うので、この件はずっと追いかけていきたいと思います。じゃあ今日はこの辺で、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。